はい、皆さんこんにちは、なるかみです。今日は株のポタージュを、作りたいと思います。基本的なフランス料理の技法というか手順だと、食材のやっぱりこう強さとか、優しさにうまく付き合え、一方的なこう作り方を押し付けちゃうと、ちょっと食材と合わなかったりすることも多々あり、でその中ではちょっと最高のパフォーマンスをこの人に出してほしいなと思ったので、何をするかというと、焼き芋みたいにオーブンでじっくり火入れちゃおうかなと。で自分の力の水水分で自分を蒸してもらって、旨味を凝縮した株、強さを出してもらおうかなというと思いまして、洗ったこの株をちょうど包めるかなっていうような大きさのアルミホイル用意してもらって巻いちゃいます。こうやって、あんまりこうぐわーって巻いちゃうと火の通り具合も変わってくると思うので、なんかこんなボール作って、でオーブン160度でただ火を入れるだけだったら、多分30分ぐらいで火は入るんですけど、ふわふわになるぐらいまで火を入れようかな。まあそうなるともうそのままカットして食べたってめちゃくちゃ美味しいと思うんですけど、今日はそれをゆっくりと1時間ぐらいかけて、たまに15分に1回でもいいし20分に1回でもいいんですけど、ちょっとこうひっくり返したりなんかしながら、全体にこう火が均等に入るようなイメージでオーブンでゆっくりまず株は火を入れたいと思います。でその間に香味野菜を炒めて作っていきたいと思います。香味野菜は玉ねぎとか、洋ネギ、セロリなんて言うんですけど、でもこうジャパニーズ株なので、ちょっとジャパニーズな感じにしようかなと思って、ちょっとお付き合いのいい感じに白ネギで、青い部分はやっぱ青さが出ちゃうからピューレにするんでね、白い部分だけして、玉ねぎとこの2人だけでいいかなって感じで、前回使ってるの鶏ガラだしを用意しておいて、これで煮ます。まず玉ねぎはスライスしていきます。お家だとね、ちょっとこう茶色いとこ取ってもらって、芯抜いてもいいし、抜かなくてもいいですよ。なるべく何でも使っ、ゴミを少なくするっていう意味で、でスライスしていきます。で白ネギもね、こう切ってもいいし斜めでもいいし、どっちでもいいです。火が入るように、いや火の通りが均等になるような厚さに切ってもらえばいいです。やたらと薄いとかやたらと分厚いとかよりも、気をつけなきゃいけないのは、すごいスライスしたから偉いとかじゃないので、火の通りが均等に入ってくださいっていうイメージで、切ってくれれば大丈夫です。では玉ねぎから順に炒めます。一緒にやると白ネギの方が先に炒まりすぎちゃうので、順番的には玉ねぎからいきましょう。玉ねぎ、お鍋に、今日のお鍋よくできてるんで、オリーブオイルするしないはお好みでもいいです。こっから火かけて大丈夫です。いや、うちの鍋当たるかななんて考えるんだったら、少し温めてお鍋熱くして、でオリーブオイル入れて、少し油なじんでから入れてもいいと思います。ジュワーなんていう炒め物にじゃなくて、ゆっくりと汗かいてもらうような炒め方にしてください。でここで汗をかかす一つまみ、二つまみぐらいの塩をします。はい、なんかこう玉ねぎね、ゆっくり色づけないように炒めていきますね。汗かいて、しっかり汗が今度は蒸発というよりも、こうどんどん蒸発させるっていうよりも、こう味をこう強くさせるために水分を、余計な水分を飛ばすというね、ことですが、こんな感じ、どこ食べてももう甘くて美味しいでしょうって見るからにね、仕上がっている状態までいけば、今度は白ネギ、先ほど切った白ネギを足します。白ネギは結構火が入りが早いので、少しこの白ネギ入れてからちょっと見といた方がいいかもしれない。ひょっとしたら焦げやすいかもしれないし、水分もこう出やすいのでね、
ポワローネギに比べるとちょっと付き合った方がいいかもしれないですね。もう少し炒めていきたいと思います。はい、早い段階で白ネギはしんなりと甘く仕上がりますね。その間、やってるうちに株ですね、アルミホイルで巻いて160度でこうたまにこうくるくる回しながら焼いた株開くとちょっとね、こう旨味が焦げというか、少し色づきはしますね。こんな感じで、そうしましたら、これもうしっかりこう柔らかくもうふわふわの状態に出来上がっているので2等分ぐらいでいいですかね。すごいこうしんなりと、このまま食べてもね美味しい株です。こんな感じで2つに折ったら入れちゃいましょうかね。もう最大限に美味しい状態になってくれた株、ちょっと色づいてますけど旨味なんで入れちゃいましょう。そこに鶏ガラだし入れちゃいます。分量の鶏ガラだしを入れて、ここで下味少しつけましょうかね。塩2つまみ程度と胡椒をどうするかですね。あんまり胡椒いらないっちゃいらないんですよね。ちょっとだけ白胡椒ちょっとだけ。これであと約20分から30分ぐらいコトコト沸いてからね、沸いてから20分から30分ぐらいゆっくりと火を通して最後終的にこうミキサーかけます。株に関してはすごいつなぎがあるわけじゃないんですが、ここでじゃがいもなどでんぷん質加えちゃうと結構じゃがいももう繊細なんでね、じゃがいもお味はやっぱついちゃってじゃがいもと株のスープみたいになっちゃうから、もう株だけをなるべく出すためには株を主役にするにはちょっとじゃがいもはお邪魔かなと思ってじゃがいも入れません。このまま煮ます。はい、株も加えて鶏ガラだしと一緒にこうゆっくりと煮上がりましたので、あんまりこう煮詰まっちゃったら少し最初の部分までお水を加えても大丈夫です。でも弱火でやってればちょうどいいかなと思いますけど、これを13ミキサーかけます。熱々で13ミキサーかける場合はねボーンっていっちゃうんで、少しずつなんかこうミキサーの空気抜きみたいな感じでミックスしてください。はい、株の、スープのねミキサーかけてとろっとこう、これ少し冷めるともう少しこう硬くなりますね。もちろん鶏ガラの多少のお色とか、あの株のローストした時の少しうまみ成分が色づいたああいう色が少し溶け込むので、こういったちょっとこうベージュっぽいお色になってますけど、ただ下味しかつけてませんが、熱いだろうなこれ。すごく甘みもあって、多分皆さんの想像する以上にこのローストしたことによって株の味がすごく出てるし、あの香味野菜もうまく上手にこう相乗効果として助け合ってるような感じがちゃんとお味に出てます。最終的にあのお味を株の味を出す引き立てるには少しこうお塩を足すことによって株の味がさらにちょっと上がってくるんですが、その塩加減はお好みといっちゃお好みなんですが、しょっぱくならないようにだけお気をつけて、あの胡椒なしでいいです。塩だけでお味つけて、株のスープはすごい特徴的なようでこうやっぱり柔らかくて、なんでやっぱり冬食材としてのこの冬の感じがすごくうまく出てくる割に自己主張はそんな強くないので、もちろん焼いた魚とか、別に貝ホタテ貝みたいなものとか、もちろん豚肉なんかとかでも十分ですね。もちろんキノコ類とかでもいいと思いますし、ただやっぱりスープだから、お野菜、冬食材であれば大体のものは合いますし、豚肉とかローストしたものと、一緒に召し上がっていただくのもすごくいいと思います。もちろんこのスープだけでも美味しいですけど、この後また別の食材とうまく組み合わせて一つの料理を作っていきたいと思います。以上、ありがとうございました。なるかみでもこういったお家でチャレンジできるようなお料理を料理教室で教えてます。あと
この YouTube でもどうぞ試してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。